はい、こんにちは、しずかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第733回をやっていきたいと思います。今回は重量税の効果ということですね。一つ前は重課税の効果というのをやったんですけど、今回は重量税の効果というのをやっていきたいと思います。で、税は経済にどのような影響をもたらすのかということですね。で、税の種類は大きく分けると2種類ありますと。一つは重課税、価格に対しての税ですね。もう一つは量に対してということで重量税ということですね。重課税というのは価格の何パーセントかを支払うという税ということですよね。例えば法人税だったら企業が出した利益の 30% とね、パーセントというので税を課せるということですよね。消費税だったら、ね、買った値段価格の 8% が、まあ、消費税ということになりますよね。で、価格に対して何パーセントというのが重課税です。で、今回やるのは重量税ですね。生産物1体あたりいくら支払うのかということですよね。まあ、酒税1キロあたり、ね、何円とかね、ガソリン税は1キロ、ガソリン1キロリットルあたり何円ということです。パーセントじゃなくて、もうね、量ですよね。まあ、例えば100円とか1000円とか1万円っていう形で、もうね、その値段を、ね、その税の値段自体をもう決めてしまうということです。何パーセントじゃなくてね。例えばそのパーセントだったら、例えば100円の 8% だったら8円と。ね、だけど1000円の 8% だったら80円と、ね、1万円の 8% だったら800円ということになります。だから前回やった重課税のグラフというのは、まあ、こういうグラフでしたよ ね、結局どん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 こう大きくなっていくと、この、ね、差が大きくなっていくということですよね。価格が0だったら0ですと、ね、で100円だったら8円と、ね、だからたった8円しか、100円と108円だったら値段が8円しか変わりません。でも1000円と80円、あ、1000円と1080円だったら80円変わるし、1万円と1万800円だったら800円変わるわけですよね。だから8円、80円、800円という形でどん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 差が大きくなっていくというのを前回はやりました。でも今回は重量税というのをやっていきます。で、そうすると、まあ、何が同じで何が違ってくるのかということですよね。で、そうしたときに、まあ、課税によって供給曲線はどのような影響を受けるのかということで、企業にとっての課税というのは経費の上昇と同じ意味を持ちますよということですよね。だからもし値段据え置きだったら明らかに利益が減ってしまうわけです、ね、例えば今までは消費税がありませんでしたと、ね、だから100円のものを売ったら、まあ、100円収入があったわけですけど、ね、そこで例えば消費税が 8% ってなれば、ね、もし値段を100円で据え置いておけばね、今度は100円で、ね、8円は税金ですから、ね、収入は92円分になりますよね。だから税金が上がれば単純にその企業にとっては払わなければならないその、ね、経費が増えたという感じですよね。今まで100円だったら、ね、100円で売ったら100円収入があったんだけど、税、例えば8円税金になったということであれば、まあ、収入が92円、8円は経費として支出しないといけないというような感じです。だから企業にとっての課税というのは経費の上昇と同じ意味を持ちますよと。もし税が課されたのに価格を据え置いたら単純に企業の利益が減りますよねと。経費が増えたんだから利益が減りますよねと。だから普通は、まあ、大抵の場合は、ね、税が課されたら課された分価格に転嫁して、ね、その企業の利益を一定にしようとするのがまあ普通だということですよね。で、そうした時に、まあ、重量税の効果ということで、まあ、課税された分供給曲線が上方へ、移動すると、ね、でそれは前回の重課税も同じだったんですけど、このね、グラフの形が変わりますということですよね。で、重課税の場合は、ね、100円と108円で8円の差、1000円と1080円で80円の差、1万円と1万800円で800円の差っていう形でだん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 こう差が大きくなっていってましたけど、重量税の場合はもういくらっていうふうに固定しますからね。まあ、例えば税を1000円上げますとか、税を2000円上げますと、ね、1キロリットルあたり何パーセントじゃなくて何円上げますということでもう固定しますので、だから例えば1000円税が上がったんだったら1000円分上に、
そのまま、ね、平行移動すると。2000円税が上がったんだったら、ね、1キロリットルあたり例えば1000円だったものが2000円になったっていうことだったら税が1000円増えてるわけですから、まあ、1000円分上昇すると。もし2000円税が上がったっていうんだったら2000円分上昇してそのままということですよね。だから供給量が増えても別にそのこの差っていうのは大きくなっていかないわけですね。で前回の場合は、ねその何パーセントだったので、だからこう右側に供給量が増えれば増えるだけ今度ね元々のグラフと課税後のグラフっていうのがだん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 こう差が大きくなっていくというグラフでしたけど、今回の場合はもう1000円とかね2000円っていう形でもう固定してるので、その固定した分の税金の分、上の方に上がって平行移動してそのままこうグラフが引かれていくということですね。だからこれがまあ重課税と重量税のまあ違いということになります。ただ共通点としては企業にとっての課税っていうのは経費の上昇と同じ意味を持つので、価格据え置きだったら利益が減る。だから普通はね、その税の分ね、価格を転嫁して価格にこうね課税された分価格に転嫁して、まあねその上昇した価格で販売しようとする。同じ生産量を同じ価格で同じ生産量をね税の上がった分の価格で提供しようとするというのが、まあ、基本的な考え方ということになるということですね。その分は、まあ、重量税と重課税は同じ考え方を取るということです。はい、今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ください。感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。